がいっぱい、人がいっぱい。クルーメイト。こういう日のクルーは面白いんだよな。人外がいっぱいの日のクルーメイトが面白いんだよな。これね、サントさんに殺されないです。え、誰だ上行ったの。誰だ上行ったの。ナイスオッ。よし、え、停電直しました。コピット脇の人誰ですか。はい、あそこ人外でしょ。なんで？え、こ、通信室入んなかった？ダウンロードしましたよ。え、は、終わんの早すぎない？え、ダウンロード終わる？そうか、終わんの早すぎますよ。終わって最後展望に入れたぐらいですよ。いや、そう、え、いや、絶対嘘だって。いや、俺だってエンジンルームでサントスさんとさ、武器庫行ったじゃん。うんうん、その前に、私は通信室にパッて入るのが見えたんですよ。違法ダウンロードしてる、違法ダウンロード。で、俺、コックピットで、あのタスクだけやって通信室見に行ったら、あそこいなかったから、絶対に人外だと思うよ。俺、うん、はもう、5G だよ。あれしちゃってるんだけど、確かに、畑さん、人外、やっぱ俺も、宿舎脇でダウンロードして、キュッキュ終わってすぐぐらいのボタンだから、今。うん、なんか、時間かみさんとか、畑さん、人外、ね。いや、じゃ足りない、足りない。展望まで行けてんでしょ。できてるから、そんなこと言われても。あたさ、ごめん、お土産すんなよ。いやいや、お土産とかないですよ。お土産が欲しい、お土産が欲しい。僕逃げます。お土産が欲しい。僕逃げます。お土産。早すぎるよな。ダウンロードし、やばい、あたさこだ、やばい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 、いる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 、あたさこいる、あたさこいる、助けて宇治宮。ああ、もう一度どこにいたか見えてる。今おまわりさんが。絶対あったさこだろお前、メインの弁当から飛んだだろお前。いや、そこでタスクして走っていったらガミさんの死体、あの足元におまわりさんの死体があったんです。待ってます。ていうかさ、これサボタイチしないでタスクするターンじゃないと思うんだけど。タスクしました。速攻で証拠を右手になったけど、僕はあのハタサコにあの恨みを買ってると思ったんでガン逃げしてました。僕普通に最初アップロード行こうと思ったけどって感じです。僕はボタン待機してました。普通にタスクの動きってのは人外だと思うけどな。さっきの議論でボタンを押して、俺タスクじゃなくてハタサコの動きだからね。宇治宮タスクの動きじゃないから俺それは分かるけど逃げてる。マミさん以外は全部いたんで逃げました。あれは俺あの逃げてる動きはタスクはしてないんでね。ハタサコから逃げてる動きだから。インポスター心理で、殺される可能性があったから、俺は、マジで。3番ってあったっけ ?6、7か。いいね。4、よくない。まあ、7番の場所はいいよ。ガミさん人外、ガミさん人外。ふじみよさんが、シェリフです。ガミさんがバイタル壊してました。バイタルを潰してたので、ゲンデスシェリフです。バイタル壊してたのが人外。ゲンデスシェリフです。あれ？シビア。ガミゲン、人外です。え？これってキルには関われる人？全然関われると思います。バイタル破壊者が、ふじみよさんかな。サントさんってキッチン向けだったよね。キッチン脇、上行ってたように見えてるけど、俺展望入っちゃったんで、あの、バーガーかもしんない。あ、焦点ね。あ、そっか、スナパイさんがだってボタン押してんだもんね。はい、ボタンまで行けてます。じゃああんま関係ないよ。武器庫の上は扉今閉まってたんですけど、その後もう一回閉められたけど。
そこを通りましたね。開いてました。うん、はいはい、じゃあガミさんは切れないよね。バイタルにいそうなんですよね。うん、で、あ、でも最終もうメイン敗戦ぐらいですよ僕。あ、そうなの。ネロちゃんどこ行ったの？貨物。貨物の金庫入ってく見てる。あ、じゃあ無理。サントス、うん、サントスさんが左ならネロちゃんは大丈夫そう。野田さんもほぼ無理かなと思うけど。うん、でも脇だけだからどこに行ったか分かんないよ。うん。俺はずっと。まあにしても多分俺と野田さんから白は出るんで。うん。ネロちゃん上方面から来てねえんだ。下方面はガミさんとすれ違って俺はバイタルからエレキ行っていくって感じ。うん、まあ、この人だから二陣街落ちるわけだから、そのラインを考えなくていいわけだよ。ラインを考えなくていいから、うん、トータスネロは大丈夫なんじゃないですか。うんうん、あ、ほんまやね。めちゃめちゃいいやん。うん、だからまあ基本僕目線はハイブリスナパイのどっちかかなっていうイメージですけど、まあ、ガミさんもワンチャンできるぐらい。だとしたら、スナパイさんから俺に白出るんじゃない？だって、俺は展望的にスナパイさんに残されてきている人間で、サントスさんが上に行ってるのはスナパイさんも見てるはずだから。上っていうか展望に来てないことしか知らないよ俺。ハイブリさんよりも先に多分俺展望に入ってるから。ね、キッチンが展望デッキ側と武器庫側しか扉開いてない状態で、今セキュリティも多分閉まってるし武器庫上も閉まってる。もしかしたら最後閉められたかもしれない。俺が、展望ダウンロードアップロードで、ハイデマ待機したけど来へんかったから武器庫行って終わりです。本当だぞ。現人も職者も全員バイってたね。あ、うん、藤宮釣りで藤宮さん釣って容疑者から持ってかれたらいいかな。名屋畑さんの移動です。俺はお前に道連れされたくないぞ。いや、宮さん持っていてほしくないな。宮畑にいろうです、これ。あの、宮さん生きてます。そんなことやんねえよ。やめてくれ。だっあはははは、燃えてもなんなんだよ、このゲーム、ほんとに。しょうもねえ、ほんとにしょうもねえ、本当にしょうもねえよ、畑さん、これ。なあ。本当にしょうもねえって、これ。マジで、これ、どうなってんの本当に、この。このシステム。どうなってんだよ、マジで。いいって、もう分かったよ。お前の勝ちでいい。お前の勝ちでいいよ、藤宮。俺の負けだ。お前ええって、お前ら、本当に。俺の負けでいいよ、もう。なんなら俺の勝ちだろ、これはもう。どっちかっていうと。俺の勝ちや。おかしいよな。お、ガミさんの血の。鼻で笑うな。いや、ないじゃん。白いのにな。なぜ洗うんじゃねえ、マジで。でもネロちゃんが左直しててスナパイさんが右直してるやろ。で、ゲンさんシェリフでしょ。はい、ゲンモモブリがもともと左にいた人間で、うん、多分右側アクセスできるのスナパイさんぐらいしかいないから。そう、ね、エンジンメインシャワーアーカイブ初号機と俺なんかネロちゃんと入ったけどネロちゃんに任せて、うん、右行ったけど初号機右の下までは見ててそこには下いないのよね。ああ、でも俺しないスナパイさんしかないか。スナブリ釣り切りで勝ちだと思うんでね、うん。ただまあ俺の証言はさっきの通りなのと、畑迫くん釣りの日に俺はボタン待機してたのと、うん、発砲の方がいいとかあります？発砲の方が良い盤石であると思うけど、まあ、まあ、まあ確かにそれはそう。だって二陣街ずれだから、うんうん、ローラーでもいいよ。そっち完全じゃない？ネロ、モモ、モモリアクターになったタイミングってキルクル開けてます？もう開けてたと思うんですけど、そもそもネロモモが1個前のキルでお互い白を取り合っているので。あ、そっかそっか、うん、あ、じゃあいいや、ここはもう疑いないかな。忘れてました。今回も白です、お父さんは、うん、どっち入れたんですか？でもスナパイさん釣る方がミーになったらスナパイさんでいいか。スナパイさん入れちゃった、うん、いいなよ、投票するなら。盤石だったらハイブリさんの力の方が良かった。うん。いいね、それで。才能があるよね、ほんとに。どうなってんの、才能をね。こういうの、天秤っていうんですよ、天秤。おかしいだろ、ちょっとすみません、お手洗いと言います。あ、俺も行ってこよう。今回、痛み屋さん死んでほしくなかったのに。いや、死んでほしくないタイミングで死んでるよ、俺は。
白い位置だったのに。白くないですけどね。ちなみに俺は全然切れる容疑者位置ですよ。いや、でも、畑さん殺してるから。畑さん殺したから。そう、畑さん殺した実績があるんで、そうそう。ここで来ないでください。畑さん持ってかれた。コミュニケーション、コミュニケーション見に行ったら、畑すごいいねえんだもん。あれなんかバナナ入ってったな。さすがに前には、ね、長いですよ。長いじゃない、短いです。短い。短いね。あれ、いないと思って。絶対人外だろ、つってさ。ランつないでたもんね、完全に。つないでた。よく戻って見に来るよね、これ畑坂君と見てたけど。まあ、逆にさ、誰がいるかはっきり見ておきたいのもあるじゃん。なるほどね。まあ、そこにいたっていう証言、死んでた場合さ、ちょっとあれだからさ。あ、なるほど、なるほど。そうそうそう、クルーのケアも兼ねてね。かわいそうに。戻りました。誰だっていいですよ。10秒足らずで捕捉されてるやんだって。戻りました。殺してねえのにな。殺してねえのに。